はい、どうもです。本日10月15日、明日は何の日かわかりますか？そう、10月16日は鬼滅の刃無限列車編公開日です。楽しみにしてましたか？僕はもうめちゃくちゃ楽しみです。そんな鬼滅の刃なんですけど、多分日本でほとんどの人が知ってる。まあ、うちのお父さんとお母さん全く知らないんですけど。まあ、そういうことにしておきましょう。ほとんど知ってる鬼滅の刃の映画公開されるということなので、今回ちょっと鬼滅に基づいた企画をしていこうかなと思って、俺今まで色塗り企画でいろんなハート型とか、まあ、変な形、水玉模様とか作ってきたんですけど、今回は炭治郎の、かまど炭治郎くんの羽織の黒と緑のあのチェックの柄、あのチェックの柄をスプラトゥーンで作っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。よし、作っていきましょう。で、今回作るチェック柄なんですけど、あの四角を何個も作るんですよ。なので結構調整がむずくって、少しだけあの練習をしました。とりあえずここの真ん中を塗っていくの。まずは緑に塗っておこう。でね、相手チームの方、あのピンクなんですけど、ちょっと後で俺の魔法を使って色を黒に変えていこうかなと。で、最初ちょっと変えちゃうと見にくくなっちゃうから、あの完成した時に変えていきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、とりあえず塗ろう。ここね、全部一回塗る。で、後からピンクの四角を描いてもらえば、いい感じになるんですけど、結構塗るの大変なんだよね。ピンクの方が多いんだよ。緑はね、あの二人しかいないから、最初とりあえず頑張る。最初頑張ればあとは調整するだけなので。あ、書いてくれてる、書いてくれてる。よし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 。こう隙間もちゃんと塗っとこう。で、あの細かいところとかも一応見やすくするために塗る。いい感じじゃない？こう塗れたんじゃない？ここ細かくしよう。これペチペチすれば塗れるんだよ。イカのペチペチで微調整していく。ほら、四角になってるでしょ。ほら、あ、ここも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 大事。こういうとこね、多分大事。あの最後マップで上から見るので、おかしくない。ここもやんないとな。ちゃんと塗ろう。すごいいいね。もう四角くなってるよ。わかるかな、もうみんな。炭治郎の羽織。何か無限列車めっちゃ楽しみなんですけど、あと少しで見れるのか。でもなんか結構コムらしくてさ、なんだろう、映画の予約をしないと見れなかったりして、あと映画の上映回数がなんかすごい多いらしい。あ、1日10回とかあるとこもあんのかな。あ、待って、ここ変になっちゃった。変になっちゃったけど大丈夫か。あと1分切っちゃったぞ。よし、無限列車見る前にこれ終わらそう。頑張って頑張って終わらして、炭治郎の柄を作っていく。あ、見て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 。ほら。わかる、みんな。わかる。今、緑とピンクだから、まあ、言うならば、あれだ、ねずこちゃんと炭治郎の色みたいになってるんですけど、あとでちょっと黒に変えていきます。オッケー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 。ひりおくん、ひりおくん頑張れ。よし、これみんな調整してくれたから。あ、ちょっと繋がらなかったかもしんない。おーおーおお、すごい。色ちゃんとなってる。猫鳴いてる。はい、ステージを変えました。で、一応ね、あの、アジフライスタジアムは、あの、打ち合わせをちゃんとして、こういう風に塗るか、みたいな決めたんですけど、今回、本当に全く関係ない、ぶっつけ本番で、え、ひりおくん？その塗り方はなんだ？それで塗ってるのすごいな。俺、ちゃんと四角くなってる。あ、すごいね。そうで、あの、ぶっつけ本番っていうか、もう何も打ち合わせなしでやったので、みんなどこ塗るとか決めてないし、なんならもう、自由。もう自由なので。ああ、パブロが先行ってる。これぐちゃぐちゃになっちゃったよ。これできるのか。いや、まあ、こっから調整していこう。でも緑が炭治郎っぽいでしょ。それすごいな。あの、ちゃんと四角くなってんだよな。あ、コンベヤの方行っちゃった。ヒレオ、ヒレオ、あそこで書くのかな。あそこもチェックマークにするのか。あ、うまい。
あ、うまい、うまい。頑張ってる、頑張ってる。ちょっと緑が足りないから付け出してあげよっか。ここちゃんと塗ってあげよう。これであの、チェックマークみたいな。ちょっとぐちゃぐちゃだ。やっぱ打ち合わせしないとぐちゃぐちゃになる。汚いぞ、これ。大丈夫これ。ここ大丈夫。やっぱ、最初の時の方が綺麗だったな。ちょっと上から見よ。まあ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 。悪くない。悪くないね。なんだこれは。これはなんだ。元気がない。これ、パブロで頑張って塗って。どうしようこれ。ああ。もう原型ないよ。それなんだよ、ペチペチ。うわぁ。気になる、これ。はい、よろしくお願いします。ちょっとさっきのさ、ヒレオくんがやってた塗り方結構、あれ天才だなと思って。やっぱヒレオ天才だなと思ったので、この、ジャンプして、こうチェックの、四角書いていきましょう。これみんなで合わせたらさ、マジ綺麗なんじゃない？あ、待って、目の前から切る。すれ違う。すれ違った。あれ？あれなんか、大きさってなくね？大きさ、あれ？どうしようこれ。あ、まあ、後から上から塗り直せばいいか。どう？あんま交互になってるからいいんじゃないか。そこまで悪くないんじゃないか。ただこれをどんくらい増やせるか。ここぐちゃぐちゃだ。これバルーンのとこむずい。これちゃんとできたか。なんかチェックマークになってるのかこれ。まあ、交互っちゃ交互だ。まあ、まあいいんじゃないか。え、なんか顔描いてる。なんか描いてるよ。なんだよあれ。なにあれ、あれもしかして炭治郎の顔。ヒデオくん炭治郎描いてた。